まずその事務所を退所するっていう前からお話をいただいたんですけれども、事務所を退所することが決まった時に、そっか、これから自分の責任と裁量において仕事っていうのを決めるんだ、選ぶんだって思ったんです。で、僕狩猟っていうのは6年前からやってて、ただやっぱりいろいろなメディアに携わらせていただく中で、狩猟っていうのを外に出さない方がいいっていう判断は当時あったんです、その組織の中では。ただそれがもう自己の責任においてっていうんだったら、でまた、自身のスキャンダルもあった時に、いろいろその騒がれたメディアがあった時に、全然自分に身に覚えのないことだったり、それがまた尾ひれに尾ひれをつけてバーッと流れてっていう風の中で、僕の素って何だろうって僕自身が僕自身を分からなくなってた時期もありましたし、で仕事がもう今後全部なくなるんだっていう予言めいたことを言われた時にも、そっかって、今までやってたのって虚構というか全部嘘だったのか、果たして何なんだろうって思ってた時に、昔からその面識のあったりエリザベスさんが狩猟を取りたいって言ってたよなっていう思いが蘇って、そうだな、一人で山に銃担ぎながら入ってって獣のことずっと考えてっていう時間はすっごい残酷だけど、僕はその時生きてる実感あったなっていう思いと、でも逆に僕の中ではそのこの数年、そういう動物の臓物とか汚物っていうものよりも、ある意味では気味悪い残酷さみたいなのを感じてたんです、社会のようなものがメディアっていうものに。そのいろいろニュースが出た時に、ネットの声しかり、こんな父親を持って子供たちはかわいそうだとか、そのニュースもその嘘でもバーッと書かれてるのを見た時に、デジタルタトゥーじゃないけど、いつか自分の子供が親父の名前を検索したら、この悪意しか見なかった時に最低な親父だと思って、自分の出自をなんか呪ったりするのかなって。もう僕はこっから芸能生活が再浮上するとか役者として再浮上なんて目はないと思ってたので、そうやってデジタルタトゥーで悪いところだけが残るんだったら、役者っていうことの芝居が上手い下手とか是非は置いといて、僕が一生懸命狩猟をやってたっていう、生きようとしてたっていうのを映像として残してもらって、それが何かの映像作品のアーカイブに残って、いつか子供たちがその負のデジタルタトゥーじゃなく、そっちを見た時に、あ、こんな一面あったんだって、性っていうものに対してちゃんと向き合おうとしてたんだって思ってくれりゃいいなと思って、この仕事を受けたんですね。僕今でもこの映画が面白いのかわからないし、でこんな遠慮ないというか、ものづくりにおいてちょっと鬼を心に飼ってる方だってエリザベスさんに対しては思ってたけど、それでも僕って人間はクズな部分もあるし、だらしないところも、言ってることが昨日と今日変わったりとか、ネガティブなことを挙げ出したらキリがないぐらいいっぱいあって、多分ポジティブなところもあって、そういうものをエリザベスさんがまろやかにしてくれてこれなのかもしれないけど、にしたって僕こんな人間なんだっていうのを本当にまざまざと見せつけられてるっていう意味では、あとはやっぱり過去の、過去というかそのこの数年以内のいろいろあった時のことっていうのがわーっとフラッシュバックのようになって、いろいろ食らっちゃいましたね。エリザベス宮司さんって人間愛っていうのがすごい人だと常々僕は思ってたんですけれども、被写体って僕だけじゃないじゃないですか。いっぱいの人がいた時に、エリザベスさんじゃないとあんなにいろんな人たちの懐に入ってって本音っていうのは取れないと思うんです。だから狩猟っていう世界を何十年も続けてらっしゃるおっちゃん師匠方とか、いろんな人たちの本音を聞くっていう狩猟映像というか、狩猟文化っていうものにおいても、なかなか日本の狩猟界をこうやって撮ったのはないんじゃないかなと思ったり。あっていう、昔からこう話させていただいてもすごく飾り気なく、だからこう、なんていうんですかね、やっぱりでも守られてるものってあると思うんですよ。で、最初タバコ吸ってるのも多分人前でタバコ吸うなとかって多分芸能人って言われるのかなみたいあっな。たあった。そう、だからそれも普通に吸ってるっていうところも映ってたし。いや、もうちょっとドキュメンタリーの撮影の初期の頃はかっこつけてたんですよ。ちゃんと山の中でそれっぽいこと言ったり、
歩くときはとかいろいろやってたんですけど全然使ってくれなくてなんかもう今日もなんかもうこの3日間ぐらい歩き通してもう全然取れねえのに疲れたみたいな、本当に取れないっすねって言って夜酒飲んで酩酊してそっからだけが使われてたり、いやいやいや、なんかもう本当こんなん取ってたんかみたいなのばっかりが使いだからカッコつけてもダメなんですね、うん、エリザベスさんに面白がってもらえないんだなでも人前にカッコつけるっていうのも人間じゃん。このドキュメンタリーは、まあ、僕が映ってるのでやっぱりその樹木を集めるっていう意味では俳優東出がって見られ方する人が多いと思うんですけど、うん、僕っていうのはこの実人生がこうやって木の幹のようにあったら僕の役者って枝なんです。この実人生で経験したことが枝の伸び方とか曲がり方には影響するかもしれないけど、僕の幹はこっちのここを取ってるから、だからそうですね、不思議なもんだなって。役者って言葉セリフいただいて芝居してる、この幹しか枝だけしか見せないこともできるんだけど、でもなんかこの幹を取られちゃったなって感じですね。全体として見たときに、うん、この時期のこれ経験したことっていうのは、まあ、プラスにもマイナスにも自分の感情的にあると思うんですけど、俯瞰、うん、で見て最後に見たときに、うん、きっとプラスになって いるのかいた方がいいのかいるのか、それともいてほしいとか、そこら辺のなんかこう思いみたいなって。ああ、そうだな。一番に思ったのはあの時期僕一人だった時に横にエリザベスさんがいてくれたのはすごい良かったですね。うん、あの時は、うん、それが一番大きいかな、思い返すと。そうですね、でもそうですね、役者のための3年間だとはやっぱ思わなかったです。先ほど言ったその太い幹になるための3年間ではあったように思います。自身の中でその一番こう一番っていう言葉がちょっと使われたんですけど、すごくその東出昌大さんっていう幹の中でこうなんかしっかりとちゃんと樹液を与えられたなっていうところって、どういうこの3年間の中で。やだな、なんだかんだ人に恵まれてるなって、あの一番の自慢かのように思うんですよね。お人柄すごくある。なんかまあ今日も夕日が綺麗、今日も星空が綺麗、今日もビールがうめとかあるけど、あ、そうですね、人ですね。この3年間で。なんかこう SNS が発展すると、その全く自分とは全く関係ない強大なこう、うん、悪意とかがやっぱり生じてくるけど、そこはでもどうやって気持ち、僕も想像ができなくて、そこのなんかこう、まあ、それで苦しんでる人はたくさんいると思うんですけど、それがこう、まあ、東出さんの口からこうだっていうのどうかわからないですけど、ご自身はどうやってそこにこう抗うというか、こう過ごしてきたのか。それは時間です。でもう一つが人です。その一番誰からも周りからいなくなって僕も東京から離れたいと思った時に横にいてくれたのはエリザベスさんでした。だからさっきもちょっとしみじみと思ったんですけど、あの時期本当に一人だったらまた全然今と違うんだろうなって思います。あのエリザベスさんがいたなって思いますね。であの時思いました、横にいてくれてよかったって。口には絶対に出さなかったけど思ってた時もありましたね。でもあとは時間ですね、うん、僕はもともと自然が好きっていうのもあったんですけど、そのいろいろ嫌だった時にすごい山に行ってプリミティブな動物的感覚、食って排泄して寝る、ああ動物ってこれだけなんだ、これって生きてるってことなんだ、俺何を将来不安になってなんか過去を悔やんでとか、まあ悔やんだり後悔することはあれど、その疑心暗鬼になったり暗中模索したりしすぎるのが
非常にもったいないなとか思ったんです。今東京でもしかしたら苦しい人たちは、まあ、大阪でも札幌でもどこにもいるかもしれんけど、食って排泄して寝てで生きてるってことでいいじゃんって思えるようなきっかけになる映画をザベスさん作ったんじゃないかなと思うとね、えそうかなと僕は思ったりします。